どうも皆さんこんにちは。上野動物園のアジアゾウ飼育担当です。世界ゾウの日特別動画の第4弾、最後の動画になります。前回まではですね、ウタイの出産シーンからですね、アルンが授乳できるまでをですね、3つの動画にわたってお送りしてきました。今回はですね、現在のウタイとアルンの様子をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければ嬉しいです。はい、ということでですね、もう早速撮影しているんですけれども、もう最初は同居するのにも非常に大変だった現で時間がかかったんですけれども、今はですね、このように2頭で一緒に生活することができております。今ですね、まあ、ウタイがちょっとガンガンとチェーン叩いたりしていましたけれども、まあ、結構ですね、あのウタイが食事中の時アルンがですね、落ち着かなくなったりするとですね、ウタイも少し落ち着かないようで、まあ、興奮したりですとか、あとはですね、たまにアルンを蹴ったり、あの鼻でですね、押しのけたりっていうような行動もあるんですけれども、まあ、やはりですね、このあたりあのウタイも初めての、子育てということもあって、おそらくですね、いろんな思いを抱えながらですね、アルンと接してくれてるんだろうなっていうのは、想像できますので、ぜひですね、温かく見守っていただければ嬉しいです。はい、と言ってたらですね、アルンが今近くにやってきましたが、もうこんな感じでですね、今まだ子供だというのもあってですね、もう何にでも好奇心旺盛で、いろんなものに興味を持ってですね、人が近くに来るとなんか遊んでというような感じで近くにやってくるっていうような状況です。なのでですね、非常に困るのは結構ウタイの足をですね、やはり僕らの方で手入れしたい時とかもあるんですけれども、もうアルンがですね、とにかく寄ってきてしまってなかなかうまくできないっていうようなことが続いております。そこがですね、今僕らの結構悩みの種でありますね。今あんな感じでウタイの食事しているところで寝そべってしまいましたというような感じで、2頭ですね、今仲良く生活してくれておりますので、この後ですね、いろんなシーンをですねお送りしますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、ただいまアルンに水浴びをしてもらっているところです。気持ちよさそうに寝っ転がって水を今浴びておりますね。今ですね、外の運動場で工事をしていまして、外に出すことができないですね。なので室内でこうやって水をですね、浴びてもらっています。あるんですね、好奇心旺盛だっていうふうにお伝えしたんですけれども、やはり水浴びもですね、大好きでですね、それこそ大人のゾウでも、こういった夏の暑い時期では水浴び大好きで浴びたがるんですけれども、アルンはですね、この暑くなる前からもう水を出してあげると楽しかったみたいで、水を出すとすぐに駆け寄ってきてこうやって浴びに来るっていうような状況で、暑くなった今はですね、より一層楽しんでいる様子です。外でですね、水浴びすることができれば、水を浴びた後にですね、土とかを体にかけて保湿してですね、パックのような役割としてですね、濡れた体に土をかけてですね、保湿をするっていうような行動を見られるんですけれども、まあ、今ですね、室内なのでそういったことができなくてですね、まあ、水を浴びてもらった後にですね、たまに餌の藁とかをですね、ネワラの藁をとかを体にかけたりっていうような、ウタイの真似をしてですね、そういった行動もするようになってきています。はい、とっても気持ちよさそうにしております。はい、今アルンがですね、ウタイから授乳しているところになりますね。最初はですね、授乳するまで非常に苦労したんですけれども、今はですね、こういった感じで難なく授乳することができています。アルンもちょっと大きくなってですね、飲みやすそうですよね、前よりも。今ですね、まあ頻度としては平均的には1時間に1回ぐらい、1回の時間は1分とか長くても2分とかですかね、飲んでいることがあります。今回右で飲んでいますけれども、左で飲む時もありまして、だいたい交互で飲んでいますね。最初に右で飲んだら次の、授乳のタイミングでは左で飲んでといった形ですね。やはりまあ出やすさもあるかとは思うんですけども、1回吸ってですね、またお乳にミルクが溜まるまでですね、まあ、時間がかかるんだろうなというふうには思います。ウタイもですね、授乳されたくない気分っていうのもやはりあるみたいで、そういう時はですね、あ、終わっちゃったみたいですね。そういう時はですね、やはりウタイもですね、アルンをちょっと追い払うような行動っていうのも見られてはいるんですけれども、
やはりですね、ただ時間をかけてですね、その後ちょっと歌いも落ち着いてきたらまた、しっかり授乳できているので、結構ですねお客様で、心配される方も多いんですけれども、まあ、私たちもですね最初非常に心配したんですけれども、やはり飲めないとアルンが騒ぐんですよね。バーッとバーッと騒いで、とても何度も何度も泣いてですね騒いでしまうんですけれども、時間をかけてその後落ち着いてきたらしっかり授乳できていますので、長い目でね見て安心していただければと思います。はい、今ですねアルンが今度は横になって眠っているところですね。日中ですねお昼寝することもあるんですけれども、夜の方がしっかり寝ていますね。1回の寝る時間、左側で寝ていることもありますし、右側で寝ることもあるんですけども、1回の寝ている時間は、まあ、30分前後が多いですかね。長くても1時間ぐらいで、トータルでだいたい1日、6時間から7時間ぐらい寝ていることが多いですね。で、舞台の近くでですねもちろん寝ているんですけれども、初めの頃はですね舞台もアルンが寝るとなんかびっくりしてですね、どうしたどうした倒れちゃったぞみたいな感じでびっくりして、アルンの方にすぐに寄っていって鼻で触って起こしちゃうっていうようなこともねあったんです。今はですねもう逆で、アルンが寝てくれるとウタイもゆっくり食事ができますし、自分が休むことができるので、なんか寝ている時が一番ウタイも落ち着いていますね。ウタイはですね横になって今実は寝てないんですね。アルンが寝ている横で、まあ、立ったまままどろんで寝ているということが多いです。まあ、野生のゾウでも群れの中でですね寝るのは子供たちで、大人のゾウはですねそれを守るような形で見張りのためにもね起きてるっていうような行動も見られているので、まあ、ウタイもですね、まあ、立ったまま寝るというのにはもうすっかり慣れている様子なので、まあ、十分に休めているとは思います。はい、上野動物園ではですねウタイとアルンの他にもう一頭、こちらのメスのスリアも飼育しております。今年の3月にですねもう1頭いたメスのダヤがですね病気で死んでしまいまして、昨年のアティと続いてですね1年の間にですね2頭死んでしまうという、非常に私たち担当者としても悲しく、そして悔しくですね、そして何よりもですねアティとダヤをこれまでですね愛して見続けてくれていた来園者の皆様に対してですね本当に申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。その分ですね今生きているスーリアとそしてウタイとアルンをですね引き続きしっかりと飼育していきたいというふうに考えておりますので、ぜひ今後も見守っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。スーリアはですね、ダヤがいなくなってしまった後、やはりですね1頭で生活する時間が増えてしまったので、どうしてもですね以前に比べると刺激が少ない生活になってしまっているんじゃないかなというふうに感じてしまう部分もあるんですけれども、だからこそですねウタイとアルンと一緒に過ごせるようになればいいなとは思って、練習は繰り返しております。ただですね、どうしてもスーリア自身もですね、ウタイと同じようにこれだけ小さなアルンぐらいですね小さな銅と生活した経験っていうのがないので、自分の子供でもないですねそういった小さな銅と生活するっていうことにまだですね戸惑いがある様子で、アルンが近くに来ると少し逃げてしまったり少し鼻で追っ払ってしまったりとかいった行動が見られております。で、今のようにですね隣の部屋で今ウタイ親子とですね隣の部屋で過ごしてもらう分にはもう平気になっていますが、同居となるとまだもうちょっとですね、緊張している様子なので、時間をかけて、これからですね一緒に生活できるように段階を踏んでチャレンジしていきたいなというふうに考えていますので、ぜひこちらもですね今後を見守っていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、世界ゾウの日特別動画、そしてですねこれまで4本の動画をお送りしてきましたが、そろそろ終わりになります。最後に世界ゾウの日について、改めてですね簡単に説明させていただきます。世界ゾウの日はですね絶滅の危機に瀕しているゾウを守るための活動ですね、皆さんに広めるために8月12日に、こういった日が定められています。上野動物園ではですね今回はですねウタイとアルンを通して皆さんに
ゾウという動物、アジアゾウですね、アジアゾウの魅力を皆さんに知っていただきたいと思ってこういった内容の動画を送らせていただきました。少しでもこの動画を見ていただいた皆さんが、あ、ゾウってとても魅力的だなというふうに感じていただければとっても嬉しいです。そしてですね、上野動物園ではこれまで6年にわたって世界ゾウの日のイベントを行ってきているんですけれども、それまで、トラゾウ保護基金さん、そして WWF ジャパンさん、そしてゾウのうんちを使って紙を作って保護活動を行っている中村彩子さんとともにですね、イベントを行ってきました。皆さん野生のゾウを守るための活動をされている方たちで、ホームページ、インターネットなどで調べていただくと詳しくですね、それぞれの活動を知ることができますので、ぜひご覧になってください。そしてですね、そういったものをきっかけに私たち一人一人がゾウを守るためにどんなことができるかなっていうようなことも考えていただければ嬉しいです。野生のゾウもですね、少なくなってきていますし、動物園のゾウも将来見られなくなる日が来るかもしれないといった状況です。ぜひですね、世界ゾウの日8月12日だけはみんなでゾウについて考えを巡らせてみてはいかがでしょうか。ということで、こういった動画でですね、これまで送らせていただいたんですけれども、まあ、今新型コロナウイルスの影響でですね、大変な状況にはなっておりますが、ぜひ動物園に来ていただいて、ゾウたちをですね、直接見ていただくとまた新しい発見や魅力が見つかるかと思いますので、ぜひですね、お近くの動物園で大丈夫です。上野動物園だけじゃないですね、全国たくさん動物園ありますので、お近くの動物園でゾウを直接見ていただくとまた新たな楽しみが増えるかと思いますので、ぜひ動物園にいらしてください。そしてですね、上野動物園にいらしていただきましたら、私たち飼育担当者もおそらくで、ね、いると思いますので、気軽に話しかけていただければ嬉しいです。それではそろそろ終わりにさせていただきます。また動物園でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。